つも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は現在のホームページを蘇らせるシリーズということで送っていきます。今日の内容なんですけども、あなたのオファーは分かりやすいのかっていう部分についてお話していきます。なぜこの話をするかっていうと、オファーが目立たない人って結構いてるんですね。だから見られてない。いいオファーをしてても見られてないとやっぱりないのと一緒なんで、ぜひね、オファーを目立たせてほしいんですね。で、目立たせる方法としてはいろいろあります。大きくするっていうのもそうですし、色を変えるっていうのもそうですし、どうにかこうにか目立たせるようにね、ぜひしてもらいたいと思います。で、大事なのがそのオファーの理由なんですね。なんでそうやって初回そんな特典をしてくれてるのか。なぜかというと、人ってね、そういう理由がないとやっぱ怪しい。なんか、買わされんちゃうかな、その後みたいな。いう心理が働くんで、なぜそうしているのか。なぜそうしているのかっていう理由をね、しっかりそのオファーの後に持ってきてあげてください。何でもいいです。例えばですけども、スタッフ雇っている人であれば、新人がやるんで、お試しでどうですかみたいなのでもいいですし、自分がするんであれば、今までいろんなとこ行ってて治らなくて、もう治療院不振に陥ってますよね。そんなあなたのためにうちはどんだけ素晴らしいのか一度お試しで受けてみませんかみたいな。そんな形でもいいですし、何でもいいんでしっかり理由を作ってあげてください。理由。そうすることで相手は納得してしっかり、通ってくれます。で、それをまず見せないといけないんで、いかに見てもらえるかっていう工夫をね、意識してやってもらえたらなと思います。ではそんな感じで、今日の内容を終わっていきます。オファーしっかり目立たせてください。ではまた。こんにちは。一人治療院集客の専門家、前川正治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。私は日々、治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で、集客に関する悩みがある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は、動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また、一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川勝でした。ではまた。Thank you.